ありがとうなのじゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いつが新型ソージーか。その通り、出来たてほやほやの新型ソージーなのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前はお掃除丸じゃ。お掃除丸、そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけでかけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事か。では今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今時間はあるかね。そうか、では早速テスト運転を始めるぞ。お掃除丸テストモード、カモーン。お待たせしました、沖田博士、テストモード開始します。しゃべったこんなの序の口じゃぞ。ちょっと見とれよ、お掃除丸。私の今日の運勢を占っておくれ。ついていない一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。ありゃまあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。はい、どうぞ。あったまりますよ。すげえ、お掃除丸、なんでもできるじゃねえか。そうじゃの、いろんな機能を森に盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。すごいじゃろ、すごいじゃろ。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみるぞい。お掃除丸クリーンアップカモーン。クリーンアップ開始します。センサー起動完了。お掃除丸吸います。おお、こんなでかいもんが吸えんのか。すげえぞお掃除丸。ありがとうございます、頑張ります。お掃除丸の手にかかれば、祭りやハロウィン、サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たらポイ捨てもしにくくなるかもな。そうじゃろう。では最後に絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の、外で走らせんのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので、もったいないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい、お掃除丸ハイパワーモード、カモーン。お掃除丸ハイパワーモード開始します。ん、音するが動かねえじゃねえか。おかしいな。ああ、不調の時はちょっとこの辺を。セリ。おそ、そうじま、るる。ハイパワーモード。モードドド、開一。なんだ？どうしちまったんだよ。変な音楽も流れてんぞ。大変だ。お掃除丸が暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れるヒーリングミュージックじゃ。まあ確かに安らぐ感じの曲だが。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが、蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布、ああ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ、乱暴反対なのじゃ。センサー起
ドドドドドウウ。対象物発見。今ついに行きます。おお正直丸わしじゃすーな。もじゃっこ緊急停止ボタンを。今ついに行きます。この泥棒猫。その魚返しな。ニャンコばあちゃんこれに近づくな。今ついに行きます。今ついに行きます。何する地獄絵図だ。今ついに行きます。今ついに行きます。ばあちゃんこくそ、こうなったら無理やり止めるしかねえ。早くわしらを出しとくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。そりゃどこにあんだい。お掃除丸の底にある蓋を開けて暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すとつっかい棒が出てくるので、そこを。アホか、緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんだよ。もう力ずくで壊しちまうが、いいな。わしのかわいいお掃除丸が。しかしこうなったら仕方ないのじゃ。だがもじゃこ、むやみにボディを殴るでないぞ。アタッチメント部分を攻めるのじゃ。あ、アタッチメント、なんだそりゃ。お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カーボン製じゃ。まともにやっても歯が立った。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめて葬ってやってほしいのじゃ。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。わかったぜ、俺の番だな。誰もが舐めんなよ。見せてやる。ああ私の番ね。ほら来いよ、やってみろ。見てなさい。うりゃ。よし。じゃあこれ舐めんなよ。ついてな。起動完了。舐めると痛い目見ますよ。ほら来いよ。40度を超えるでしょう。やってみろ。俺の番か。来てみる。時々ゴミ。ついてな。起動完了。ほら来いよ。怪我しますよ。舐めんな。なめんなよ。奥の手。お？よし、いざ。絶対負けない。見せてやるよ。どうするかね。博士、後ろの方の蓋が開いたぞ。いいぞボジャコ、チャンスなのじゃ。そこから心臓部のバッテリーを叩けるぜ。なあ、わかった。ドキドキゴミ、頑張ります。見せてやる。私の番ね。なめんなよ。見てなさい。アイザルどうぞ。やってみろ。俺の番だな。
絶対負けない。よし。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ。俺の番か。ほら来いよ。舐めないでくれる？行くぜ。どうしようかな。してみる。奥の手、絶対負けない。なめんなよ。行きますよ。なめるよ。前に見ますよ。とっておき。よろしくね。よし、行くぞ。やんのか。なめないでくれる。かまくぜ。おっしゃ、行くぞ。どうするかね。やるか。やってやろう。こいつをかい。私に勝てますかね。は絶対に。頑張ります。やるか。見せてやる。ほら来いよ。見てなさい。フルーツもやんのか。俺の番だな。よっしゃ、行くぞ。よっしゃ。裏コード実行。なんだ。お掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーボードじゃ。もじゃこ、気をつけろ。はいはい。ハイパワーモードのさらに上を行く隠しモードじゃ。念のため裏コード搭載してたんじゃが、殴られすぎて勝手に実行されてしまったようじゃ。なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。裏目に出てしまったのじゃ。俺の番か。なめんなよ。行くぜ。いや、どうしようかな。なめないで。奥の手。行くよ。いっぱいになりました。よし、怪我手を切る。よし、行くぞ。やったー、かまっすぜ。おっしゃ、停止中、停止中。もじゃこ、ありがたや、助かってるじゃ。とんだ災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目にあったのじゃ。そいつはくれてやるよ。お互い大変だったね。実用化への道はまだまだじゃな。しかしお掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた修正するのじゃ。自分が座れたってのに随分立ち直りが早いな。手塩にかけた大切な子じゃからの。目に入れても座れてもへっちゃらなのじゃ。むしろゴミの立場になって物事を考えられるいい経験になったのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども、利益を出すにはまだまだかかりそうなのじゃ。だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、もじゃこうにはお掃除丸をいつでも破格の値段でレンタルしてやるのじゃ。レンタル？宴会芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。では私は早速研究室に戻るのじゃ。もじゃこ、感謝感謝なのじゃ。俺の方こそある意味貴重な体験ができたぜ。
これからもお掃除丸を応援よろしく頼むのじゃ。アディオス。よいしょ、よいしょ。作ったロボットに座れる。時代は変わったもんだな。なんか忘れてるような。あ、俺の財布座れたまんまじゃねえか。待ってくれ。タカさん、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、順平には悪いけど今回は。バカ野郎、てめえらそんなあっさり順平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しちまった順平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで殺されますって。ヤクザだから何だってんだ。このパープルカイザーの代表、ぶっこみのタカはヤクザなんてビビらねえ。いざとなりゃ近江連合の名前でも出して脅せば なんとかなんだろう。そんな無茶ですよ。仕事すっか。スレディッピー、スレディッピー、お願いします。どうしようかな。スレディッピー、見せて。ふざけないでください。やるか。じゃあこう。おやっ。
完了。分かったよ。なあ。ああ。へへ。Oh.
殺すぞ。ほら、勝てると思ってんのか。頑張ります。奥の手してみろ。おう。はい。はい。タカさん、こんな俺のために本当にすみませんでした。俺を助けるために命張ってくれて感動しました。何？いいってことよ。お前を見捨てることなんてできねえよ。ただ俺は何もできなかった。お前を助けてくれたのは春日さんだ。ちゃんと礼を言いな。春日さん、本当にありがとうございました。でもなんで会ったこともない俺のことを。さあな、昔の自分に似たガキの前でカッコつけたかっただけかもな。なんてな。パープルカイザーのみんなだ。タカさん、すみません、俺たち何もできなくて。気にすんじゃねえよ。みんな無事に帰ってこれたんだ、それでいいだろう。まあ無事という割にはボロボロですけどね。春日さんもこんなに頭が爆発しちゃって。ちょっとお疲れ様でした。この頭は元々だ。使っていねえ、分かって言ってんだろ。あ、バレました。そうだ、みんなに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと？今日世話になったこちらの春日一番さんをパープルカイザーの名誉総長にしようと思う。ほーん。ん？うわちょっと待て。俺はそんなこと。別に春日さんが名誉総長になったからって何かしてほしいってわけじゃねえんです。ただ今俺たちがこうしていられるのは春日さんのおかげなので、それをずっと忘れないように形として残しておきたいっていうが、やっぱ迷惑っすかね。別に迷惑ってわけじゃねえけど。ああ、もちろん俺らとぶっこんでいきたいっていうなら大歓迎です。感謝も用意しますんで。いや、それは遠慮しておく。そうっすか。まあ、お飾りの名誉総長くらいならいいか。春日さん、おっしゃ、決まりだ。俺らの名誉総長は春日さんだ。そして総長は変わらずこのぶっこみのタカがやらせてもらうんで、よろしく。うわー。春日さん、改めて今日はありがとうございました。こんなもんじゃ借りなんて返せねえとは思いますが、俺らの気持ちです、受け取ってください。鼻から借りなんてねえよ。俺から首突っ込んだんだから気にしなくていいのに。最後まで謙虚なんすね。それが強さの裏返しってわけか。決めました。俺、春日さんに一生ついていきます。え？なんかあったらすぐ呼んでください。いつでもどこでもすぐにぶっ込みに行きますんで。名誉総長を守るのは俺らの使命っすから。そうか。まあ、なんかあったらそん時は頼むぜ。うっす。
順平、もうヤクザの車と自言じゃねえぞ。はい、気をつけます。じゃあ自分らは心で、春日さんも気をつけて。おう、元気でな、総長。射程のために命かけるか。俺もちょっとはあの人に近づけたかな。いや、まだまだだな。だこれ、頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしく、ミチ。おお、喋った。あ、そこにも落ちてたんですね、ミチオくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫くんのフィギュアです。小野道夫くんってなんだそれ。小野道夫くんっていうのは、広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫くんをプロデュースしている広中と申します。へー、つうか、この妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、
美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして小野道夫くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服、見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか？あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おの、みちおだ、よろしく、みち。おーのーね、すごいでしょ。語尾につけるミチーム、キュートなんですよね。ああ、なんつうかさっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。の偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください、そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。ん、何もならねえな。大丈夫ですか？だからダメですって言ったのに。うん、頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つうか、これは一体どういうことなんだよ。実は。なるほど。偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷原だな。最近は老眼で細かいものが見えにくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。ん？回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。
チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて、暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前、一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな。仕方ねえな。手伝ってやれよ。本当ですか？ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ。春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。の、おう。わかった。はい。これで全部みたいだな。いやあ、ありがとうございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。そうか。まあ力になれてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああ、それなら大丈夫です。
後でスタッフに回収してもらうので、全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだが。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに、こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めて道夫君グッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに、安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫君の応援にもならねえわな。それにこれは道夫君だけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫君フィギュアを差し上げます。の、いいのか。ええー、大事にしてあげてくださいね。あ、なんだあのボロい道夫君の頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫君の原点です。原点？何年か前に尾道であの道夫君着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫君はどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫君に命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫君になってくれる日が来た時のために、これだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出した。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやー、でも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってのは思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？